今回の栄冠ライン実況は2005年秋の県大会をプレイしていくよ。そしてこちらの大会は天聖 OB 現在2年の前県と臨む最後の秋の大会ということになるわけだ。このチャンスを逃せばまた春の甲子園出場できずに終わるわけですから、このチャンスを前県とともにつかみですね、まずは県大会で結果を残し地区大会出場を目指しましょう。初戦の相手はですね、奥州工業高校という前評判いいで、夏の県大会でも1回戦目で戦って勝ってるチームですので、まあ夏勝ったのであれば秋も当然勝てるでしょう。あの時よりも前県は強くなってる。また相手高校の戦力っていうのももちろんね、夏よりも落ちているわけですから、負けるはずがない、勝てる条件全て揃ってる、だから勝つ、当たり前の話。今日の注目選手、前県がいますけど、ここはもう注目せずにね、テンポよく試合を進めていきたいと思いますので、白石能力は低いけど、まあこの選手に注目してみようかな。まあ、今日はプレイヤーが何かしなくても勝てる一日だと思うんでね。はい、前県がそこにいる。中田翔も今大会から4番で使っていくわけですからね、これ公式戦デビュー戦になるわけですから、その中田もいるなら負けるはずがない。はい、勝つ。何もしなくてもいい一日でしょうね今日は。お願いします、余裕で勝たせていただきます。わ、弱弱あまり人のこと言えたきりじゃないけど、弱いわお前ら。そんな弱者が俺たちの相手になるわけねえだろ。もうすぐぶっ倒しますよ。まあこれやってきましたけど、まあ白石くんどうしようかな。まあ引っ張りとか流し打ちとかもその辺でいいんじゃないですか。まあ、チームはもういきなり先制点取ってますから、もう今日はこの1点で勝てますね。前剣がこのレベルに、今大会失点することはもう100ない。エラーとか絡まない限りはね、なんかこっち側に魔物が出ない限りはね、前県の自責というのは今大会はゼロでいけるでしょう。秋の県大会は2回戦しかないわけですからね。なのでここと次勝てば地区大会、そしてそこも2回戦のみなんだよね。でその 2回戦でどっちとも勝つと春の甲子園大会に出場できる可能性が出てくるわけ。絶対じゃないんだよね、2回勝ったとして、全部勝ったとして、確率としては何パーセントかっていうのが確か限られてた。まあそうやって見ましたよ、ヤフー知恵袋でね。まあ、あの情報が正しいのであれば絶対ではないですからね。まあ、どうなるのか本当運ですけども、まあ、でも出られるようにまずは一戦一戦勝っていくことだよね。勝たないことには出られないし、負けてしまえばダメですからね。さあチャンスは広がった。ファイトを戦う君の歌をやね。はい、もう何でもいいで打ってくれたらね、お任せでいいでしょ、うん、やれ。まあ、1点でも勝てるけど2点取ったらさらに勝つ確率がぐんと上がる。100を超える、110になり、3点目となれば120、30になるね。三振、その三振はいらへんわ。もう下位打線は弱いですからね、この辺に得点は期待しちゃダメよ。取れるとするならばやっぱ上位、それこそやっぱ中田翔のとこですね。あとまあそれ以外にもね、玉井とか熊谷とか、中田翔以上に打力のある2年生1年生っていうのがいるわけですから、まあ、そこですね。もう上位で点取って下位はもう立っとけ、それでええわ、余計なことすんな、求めてないから。これは抜けていく。まあ相手も弱小ということもあるんでね、こんな弱々しい打球が抜けていくか。そして次前田健太だな。いや一撃狙っていいんじゃないのこのシチュエーション。積極的にデビュー戦でメジャーでホームラン打った男ですからね、やりなさい。あの時のように強く引っ張ればいい。パドレスの本拠地で確か打ったんだよね。さあやれ、あの時再現といこう。もちろんまだホームランは記録してないが、残念、ここであれを再現とはならなかったね。まあ、できれば最高だったんですけど、まあ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 、まだチャンスは続いてるんでね、他の野手が打てばいい代わりに打った結果、はい、オーバーでございますね。まあ勝利は確実、なんならコールドいけるかもしれない。ようが今井が勝つのが確定。はい、ほんで前剣にランナー満塁で回ったよ、今日2度目。これは注目だね、どういう結果を残してくれるのか。いやもうまた同じくですね、熱血も使いましょう。もうピッチャー用に残す必要性すらもありませんから、これを使うことによってパワーが C に上がる。さあもうほんでお任せで、前剣の好きなようにやっていいよ。やれやれ前剣、打って打って前剣、豪快に運んでくれ、いいネタになるわ。でそんな一撃が出ればコールドの得点になりますからね。今はまあ6点でも十分ですけど、3ボール、おいおいお前それはおもんないぞ、フォアボールは。
それはないわ。もう対戦相手として言わしてもらう。お前ら弱者で弱いし悪だし、消えろ。野球やめろ。つまんねえやつやな。あの場面でフォアボールですからね、ちょっとありえないんですけどね。はい、もうこれコールドン必要な得点になってますので、初戦はあと3つのアウトを取れば終了する。マイケルも球数51球しか投げてないからね。奪三振3つ、三振を取れてるってわけじゃないんだね。だから、まあ、ストライクゾーン中心投げてアウトを量産してる、ゴロアウトだったりそういうのを量産して、ここまで積み重ねてきたってことですね。これ球数少ないですよ、まあ、ここでコールドになりますけど、たとえ9回まで行ってたとも100球いらなかったでしょうね。なんなら最小球数で完封っていうのもあったんじゃないですか。もうそれできれば一番理想ですよ、まあ、どんなピッチャーでも完封するってなったら多くの球が必要になりますからね、まあ、特に三振取れるピッチャーだったらそうなりますから、一番の投手の理想をやってるね、この前剣は。弱者相手に肩を消耗させないためにも、ね、球数を少なくしてアウトを量産する、これができる男前剣。こんな男がいるんなら、まあこの大会は確実に結果が出て楽しい野球になるでしょうね、間違いない。まあ、ちょっとこの回ランナー出ちゃってますけどね。ああどうした、なんか俺がなんか操作しだしたとか大丈夫。まあ一つ取れたんでね。いや、お任せにしてますから、俺が出してるわけじゃない。マイケン自身に今まで通り任してる、これまで抑えてきたんだからね。急にこうやって注目しだした途端打たれるみたいな展開はない。いや、なんかありがちだけどない。ああ、ないないない、頼みますよ。まあ、別にここで1点2点取られてもコールドではなくなるだけの話ですから、試合に関してはもう勝利は決まっている。だからどうせならコールドで行こうや、もうこれ以上やる必要性もねえし、相手がかわいそうじゃん。俺たちが退屈だからじゃないの、相手がかわいそうだからね。観客もこんな来てんのに、相手高校のね。早く終わらせてあげましょう。そっちの方がやってるやつ見てるやつ、誰にとっても平和な世界や。このまま続ける方が悪い世界や。マイケン頼むよ。なんかちょっとほんと注目しだしてからやさらと打たれるようになったけど、スムーズアウト取ってくださいよ。これまで取ってたんでしょ、だから7回の時点で球数50球だったんだよ、うん、ここも取って、レフトは中田翔、相手はあとヒゲ蓄えてる。どういうことやねん。おっさんやないか、ただのね。男性ホルモン半端ねえよ、あの年であのヒゲやからね。それを許してるチームもおかしいわ。アイサード西田がよく掴んで、うわー、うわー、アウトか。はい、ゲームセット。ちょっとセーフ臭かったですけど、もう審判もね、あれやね、もうええでしょお前らみたいな、そんな感じで今アウト宣告しましたね。どうせやっても負けるんやからみたいな、お前前剣打てへんからみたいなね、それならここで終わっとけやみたいな。そんな感じもしました。まずは初戦突破、もう喜びはないですね、全然。勝って当たり前のチームに前剣が、まあ普通のピッチングをして勝っただけ。またデビュー戦となった中田翔は 3-0 の1個のフォアボール、中田が打ったから勝ったっていうわけじゃないんだね。今日はちょっとデビュー戦物足りないな。4番として最高のデビューを期待したんですが、まあそれは次の戦いに残しておきましょう。注目選手、また前剣がいる。うん、前剣玉井、あーもうこれも2回戦目、前剣いる、注目する必要あるかなと思うんだけどね、この戦いも。まあでも今日勝てば決まるし、今日負ければもう今年終わりになるからね。そう考えたらちょっと前剣に注目してみようかな、もしものためにね。まあピンチ自体そんなないとは思いますけども、ほんで相手の高校のレベルがちょっと分かんないからね。うちの打線は引き続きこれでいきたいと思います。初戦中田翔はあまり結果は出ませんでしたけども、あもう今日の活躍期待して、何よりマイケンが絶好調、だから心配ない、問題ない、ない、ない、That's life, it's alright! やれ、ね、すぐ勝てる、すぐやれる。相手は上昇高校。どうだろう、ユニフォーム的にはなんか若干強みを感じる。こっちは弱みを感じる。緑があかんねん、毎回ね。で、総合戦力はあいなんか、はい、はいはいはい、ありがとうございます。もうすでに戦いは終わってる、これに負けるわけないから。ほら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 、もうほら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 、圧倒的な力が発揮されたね。もうコールドン必要な得点取ってますから、これね、5回の時点では10点差くとコールドンになるんですけど、あと2点、んでマイケンがそれを守るだけですね。まあランナー1塁という状況が来ましたが、もう指示出すことはありません。もうマイケンが自由にのびのびとやればいい、やってくれればいい、それで決まるか。久々の秋の地区大会、どうやら出場できそうですね、このまま行けば。いや行くよ、
行かないわけないじゃん。もう切符は手に持ってるんだから、あとこれを渡すだけだ。そういう状況が整ってる。何も起こらへんよ今日の試合ね。スムーズにコールドで勝つでしょう。いやまあ相手がやっぱこういうレベルだとうちの打線も強くなるし、うん、マイケン自身もね全然捕まらないね。まあ問題は地区大会にこんなチームは当然いませんからね。地区大会というのはこの四国地区の愛媛、香川、徳島、高知からいろいろと集まってきますからね、強者たちが。確かそういう感じなんで、もっともっとより強い相手がいる。うん、だからこそこんなしょうもないバッターにこんなしょうもないヒットを打たれる必要がないんだが、何をしている。またこれもね1回戦同様、なんかプレイヤーが注目するとじゃないですけどね、こういう場面になると打たれる。別に俺指示出してないけどね、全部お任せでやってるんだ。こんなヒット打たれなくていいよ。なんか中途半端なヒットが多いわ、毎回打たれるもんって。はい、これでコールド必要な得点になりましたね。うん、だからアウトを量産すればいいんですけど、また捕まるランナー1塁。まあこれは栄冠9にありがちなんですけどね、よく。まあちょっと相手の能力確認していこうかな。転生プロ、転生 OB っていうのはいるわけでもなく、また一人一人の能力も見る限りしょぼいっすね、弱いっすね。こんな選手たちと野球やる監督がかわいそうだわ。よかったこんなゴミたちがうちの高校にやってこなくてね。ピッチャーもいないでしょう、転生プロもね。はい、誰一人としていませんし、まあそもそもコールドの必要な得点は取っているので、抑えてどうぞ。うん、はい、月かな、月だよ、取れよ、義務だ、命令だ、従え。はい、当然当たり前。うん、2アウトから1塁の、なんでなんでなんでこうなるの。あと1つのところからランナー出す必要性もないよ。いや、ずっとないよ、初回からないよ。初回から出さないでっつってんの出すんだよね。ほんと前あまり不安になるようなピッチングさしないで、今後のためにもね。こんな打線に捕まってたらちょっと話にならないからね。あ、もう一気に5回まで飛びましたよ。あ、もうこれ3つのアウト取れば終了ですから、勝ててないよ。秋の県大会、まあ、苦戦することが多かったんですけど、こんなスムーズに勝って地区大会に出場するってなったらね。ただなんか一悶着ありそうですね。またランナー出たね。今のもショートがちゃんとしておけば取れてアウトにできてるんですけど、まあ、とりあえず守備形態をゲッツーシフトをしておきましょう。で、コーサーお任せ。え、中田よく掴んだ、ナイスフィールディング、よく追いついたよ今のはね。素晴らしい。まあ守備能力はそんなに高くない選手ですけど、ゲッツーシフトの影響もあったんで、ちょっと外野も寄ってたかな、センター方向だったのに。外野あまり影響ないと思うけどね。まあでもなんかギリギリでしたから、なんとか助かった。あんなんで中途半端打たれて、中途半端失点許したら、これ6回以降もプレイすることになりますから、いらへんよもう。俺は5回で終わってる。いや、初回で終わってた。なんならね、言ったじゃん、もう次の地区大会出場のチケットはもうすでに俺の手の中にあるとね。握ってるんだ、にぎにぎしてるんだ。だからもうあと一つのアウト取って帰っていろいろしよう言うとんのにね、やるべきことがあるんだよ俺には。マイケンなんか俺を帰らそうとしてくれないね。早く帰らして、見たいアニメもあれば、やりたいゲームもある、見たい漫画もあるんだ。あの子とイチャイチャもしたい、そんなものはいないけどな。やるべきことが多いですから、ほんと早く終わらせてくれ。もうこんなボールもいらないよ、もう3球ストライクゾーンにドンドンドンと投げれば終わるじゃないか。スローカーブとかも投げる必要がないわ、ストレートでいけよ、ストレートで。ここも変化球、なんかピッチングに凄みを感じないマイケン。ストレートでいって、ここもチェンジアップ、まあそれで抑えたのであればいいんだけどね。ちょっとピッチングからして楽しませてほしいですけど、まあ何でもええわ、ちょっと愚痴が止まらんかったね。はい、勝利10対0です。先ほど言った通り、秋の県大会とはいえどこんなにスムーズに勝ったことっていうのはない、むしろこんなにスムーズにボコられたことっていうのはあったので、いやー初のこんな感じで、次の大会に駒を進めましたが、これはゴールではないよ。その先に待つ甲子園大会がゴールで、そこで優勝することが一番の目標だからね、まだまだ走ってくよ。そして10月14日、本日秋の地区大会の組み合わせ抽選会が行われました。さあ、ここからが重要な戦いになるんですが、対戦相手は、新居浜中央高校ですか ?1 回戦の相手は。で、うわさーもう、嘘だろお前、あの、いいと続いてた県大会の流れから急に、ええー、来る強敵だよ。
やはり地区大会ともなればこういう敵が待っている。だからそういう敵を倒さないことにはですね、春の甲子園の切符をつかめないということでございますね。くー、あ、いやいや、マイケルの能力も多少なりとも上がってきてるとはいえどですね、このレベルにぶつかったらなんかただで終わらないというか、あまり考えたくもないことがね、起こるかもしれませんが、まあ対戦相手としてこれから迎えることになりますので仕方がない、ぶっ倒すしかないんやで。はい、じゃあ今回の動画はね、これにて終わりにして、次回は久々に秋の地区大会の実況をですね、していきたいと思います。思わぬ強敵が目の前にね、立ちはだかってきましたが、なんとか、倒して次に進めるようにですね、頑張ってやっていきたいと思いますので、次回の動画注目して見てくださると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。